はい、こんにちは。雑談王クです。まあ、最近ね、この雑談シリーズを始めまして、えーまあ、雑談をね、どんどんやっていこうという、まあ、企画になってます。まあ、以前もね、そういうことをやったんだけど、今回はもうシリーズでどんどんやっていきたいなと思います。えーまあ、雑談の中でもね、 あのー、なんか自分の経験とかを含めながら雑談やったり、あと、まあいろんなね、えー、ためになるような話をやりたいなと思っております。最近、えっとちょっとね、あのー、前足からね、えー、ちょっと復帰しかけてるので、ちょっと調子が良くなってきました。ほんとね、えー、2ヶ月とかね、えー、動画上げずにね、えー、ちょっと、 休んでたんですけど、だんだん良くなってきたのでね、頑張っていきたいと思います。で、今日はね、あの、副業、副業についてちょっと話していきたいと思います。で、えっと、最近ね、最近、うーん、そうだね、このね、い2年、3年ぐらい、なんかいろんなところで、まあ、副業を、 えーまあ、推進するようなことを,、えー、を言われております、まあ。いろんな人だけじゃなくて、多分ね、あのえー、そういう政府とかもね、えーまあ、サラリーマンだけの給料じゃ少ないので、えーまあ、そういう副業、ね、を進めているんだと思うんですけども、その副業を、えー、促進しているにもかかわらず、多くの人がね、 えー、今逆風が吹きかけています。っていうのも、あのーえー、今までね、えー、その、副業って、その線引きが微妙で、えー、あのー、線引き、線引きですね、その、えー、個人事業か、 で、青色を取るか、雑所得かっていう、その LINE が微妙だったんですよ。で、えー、っと、その、人によって、なんか、こういうね、動画でも、動画ですら、こういうしょぼい動画ですら、えー、個人事業って言ってる人も中にいました。なので、そこの基準がね、厳しくなりそうな、まあ、そんな感じです。 えーまあ、個人的にはね、その厳しくするんじゃなくて、厳しくすると、ちゃんとやってる人があの損をする社会になるので、そうじゃなくて、そのちゃんとやってない人を、えー、そのちゃんと取り締まって、えー、対応するべきだと思います。あのなんか一律こうってな、例えば基準を決めちゃうと、あの今まで真面目にて、 やってきた人も損をするっていう、そういう社会になっちゃうので、なんだろうなあ、そこのやり方ってちょっと微妙かなと思ってます。で、その悪い例でよくあるのが、例えば YouTube の動画を、えー、投稿するのに、それが、えーまあ、個人事業だって言って、で、赤字をたくさん出して、給与所得とから、 まあその損失を引いて、まあ税金を払わないっていう人が多分結構いるんですよ。まあそういう人は、あの個別に、えー、税務調査が来て、あの、来ればあの、やればいい,いいわけで、そのなんか、一律に基準を決めちゃうと、うん、いろんなことに対して、なんだろう、こう、結局、 その個人事業の次にあの企業、会社経営になっていくわけでそこのワンステップ目を潰しちゃうと多分みんな会社を作ろうとしないし、えっと、独立しないと。で、独立しないと結局あのみんなサラリーマンで雇われることがいいっていう風になっちゃうとあの所得が上がらないと貧しいままになっちゃうと。 で結局、あのー、所得の高い国、えー、GDP が伸びてる国、まあ、いろんな、まあ、見方あると思うんですけど結局ね、あのー、もっと企業が活発でどんどん会社作って、えー、成功するんだっていうのがすごくそういう人が多い国はいいんだけどその初期段階でそれ潰そうとすると多分ねみんなね 会社経営者に,、ね、になるワンステップ目でもう挫折して次のステップにもう絶対進めなくなっちゃいますね、これは。なのであんまりそこの基準を厳しくしちゃうと、えーまあ、その日本が成長していかないっていうことにこれはなりますのでうんなかなかやることがどうなのかなって正直思いますね。うん、結局 なんだろう導入の部分で、えー、あんまり厳しすぎると、じゃ会社経営までいかないんですよ。みんなステップ的に。えー、だから、悪いことしてる人に対して、えっと、何かを課せばいいわけです。なんかアリが出てきたよ、アリが。アリなんかアリがね、いっぱいいるんだよね。うん。 まあ横浜は田舎だからさ、アリが大量に出てくると。で、まあ話がちょっとそれちゃったんだけど、まあアリ、アリをね、ちょっと退治しようと思ってね、えー、ちなみにアリはどうしたら退治できるか、わかりますかアリはね、多分ね、あのー、まあ、巣とか、 あと重曹とかそういうのであり撃退グッズを作っておけば重曹とか酢ですよねに弱いと思うのでえあ、ー、りコロリみたいなねあ <laughs> りコロリみたいな感じでちょっとやったら面白いですねということでちょっとねアリり撃退の ものをこれから作るので、じゃこの辺で動画を終わります。ありがとうございました。